パイモンにとってどんな怪物が印象深かった怪物か…うん…遺跡守衛遺跡守衛は怪物なのどちらかというと機関のようなものだと思うけど…人に迷惑をかけて倒す必要があるやつはみんな怪物だと思うぞ狩りで手に入れられるものは 物みたいななるほどそれならパイモンがどのタイプかわかったよえなんだなんだパイモンは釣られるから魚だね